ちょっとね、変わった形になってて、これが伸びるかなと思ってたんですけど、そんなに伸びてないですね。はい、のりです。動画をご視聴ありがとうございます。今週の一軸通信、13週目に入りました。週で申し上げますと、5月の22日の週ですね。本日撮影日は5月の23日、月曜日となっております。今回はですね、こちら 7R の畑で撮影をしております。今週はですね、実は 3R の畑で撮影する予定にしていたんですが、ちょっとですね、今 3R の畑の方でですね、撮影できない状態に今なっております。はい、このことについてはですね、おいおいですね、動画の方でご紹介していきたいと思います。なのでね、しばらくはですね、この 3R を除いた畑の方で撮影をしていきます。はい、でまず最初にですね、5月の作業についてシェアをしていきたいと思うんですけども、12週目とですね、状況は変わっておりません。現在はまだ芽かき中で、今 15R の畑の方をですね、芽かきをしているような途中で、1週間から1週間半ぐらいかけて、芽かきをしているような状態です。ちなみに他の畑はですね、黒いちじくは除きますけど、他の畑の方は一通りですね、1回目の方の芽かきは完了しているような状態になっております。はい、ではですね、最新のいちじく畑13週目の状態をお伝えしたいと思います。では最新のいちじく畑の状態をお伝えいたします。はい、こんな状態です。もう全体に見てもですね、もうはっきりとですね、たくさんの葉が生い茂っているのが分かっていただけるかと思います。こちらの畑はですね、先週の時点で芽かき作業1回目は終了しております。今回からですね、ちゃんと測るために、はい、スケールですね、持ってきました。でちょっと撮影しながらだと測れないので、事前に大きさは測りました。はい、今こちらの方にですね、映っておりますけども、こちらの方のですね、枝で約16センチです。転用の方は6枚ですね。これも1枚として数えて1、2、3、4、5、今6枚目にかかっている、そういう状態ですね。太さは私の指と比べていただくとこういう感じです。ここはね、ちょっと芽かきどれを残せばいいのかっていう状態でわからないので、まだ掘ってあります。ちょっとね、変わった形になってて、これが伸びるかなと思ってたんですけど、そんなに伸びてないですね。他のもそんなに伸びてないんで、ちょっとまだですね、わからないんで、このままですね、しばらくまた置いておこうかと思います。で、新調してやる枝の方ですね、こちらはもう20センチを超えてます。約25センチ。あ、これでできますね。はい、長さの方ですね、これ見ていただくとわかるんですけど、約25センチ。転用は7枚目という感じですね。太さはですね、先ほどの枝と同じぐらいですかね。で、こちらの方を見ますと、もうですね、立派なクモの巣がかかってますけど、ね、これは益虫なので、食べてもらうために、害虫をね、食べてもらうために、これはこのまま置いておきます。で、まだですね、実の方は分からないのかなっていうふうに思ってたんですけども、よーく見ると根元にですね、見えてきているような状態ですかね。見えます？ここですね。これが、実になっていくと。桃浜はすぐにね、出てきて見やすいですね。ちなみに黒いちじくはなかなかですね、こうなっても実がね、つかないパターンがよくあります。太い枝になってくると、見えるかな、太いものになってくると、でも私の指よりはちょっと細いかな。でも結構立派な感じになってきてますね。太さがいいですね。こう太ってくるっていうのは、木がね、大きくなってくると思いますので、絶対にこういう風になってる方がいいですね。これね、昨年挿し木したものですね。こういう感じでですね、もうかなり太い幹になってますけど、枝の方ですね、今回2つ出して、言ってみればね、この辺の代わりになればいいかなという形で植えてあります。来年代わりになるにはちょっとまだ早いかな、もう少し大きくなってからというような状態でしょうか。で、ここね、もう通路の方もまた実は昨日草刈りをしておりまして、もう今年何回目かな、もう3回目ぐらいの草刈りですね。非常にですね、もう草の伸びも良くなってきておりますので、月に2回はですね、草刈りをしないといけないような状態に今なってきてます。
はい、現在はですね、このような状態になっております。この後もですね、皆さんからご投稿いただきました投稿コーナーになります。ディープシールビーさん、オロネロという品種の挿し木に水やりをしていたら面白いものを発見しました。土に挿していない部分から発根。イチジクの生命力ってすごいですね。はい、ディープシールビーさん、ご投稿ありがとうございます。最初ですね、私写真見た時にどこにあるのかなと思ってですね、2枚目の写真をまじまじと見てみたら、よく見たらありました。ちょろんとですね、白い根っこが表面に出ております。しかしディープシールビーさんも多品種すぎて、私このオロネロですか、聞いたこともないです。どんな味がするイチジクなんでしょうか。またのね、ご投稿お待ちしております。安田さん、我が家のイチジクは最初に芽を出したほぎ、途中で葉っぱが外側から茶色に変色しだしたので、ネットで調べたら水のやりすぎ、根腐れ、計算円白土ミリオンを根元に巻いて水やり経過観察中です。後から発芽した挿し木の方がですね、順調に成長中です。人生と同じで何が起こるか分かりません。楽しんでぼちぼち育ててます。はい、安田さん、ご投稿ありがとうございます。私のですね、今回育てているポットのですね、黒いちじくも実は同じようにですね、1本だけ茶色に変色しだしております。多分ですね、この後も成長して葉が出てくるんじゃないかなという期待をしつつ、私も眺めているような感じです。はい、またですね、ご投稿お待ちしております。富田さん、果実出てきたよ。前回ですね、いただきました写真の続きですね。これしっかりとですね、もう芽が出てきたようです。さすが早いですね、暖かいところは。プラスですね、またハウスの写真をご提供いただきました。すごいですね、かなりビオレですね、大型の木になっております。はい、またのですね、投稿お待ちしております。はい、ということでですね、13週目の状態をお伝えいたしました。いかがでしたでしょうか。まあ、ご紹介した通りですね、かなり芽も大きくなって幹もですね、太くなってきているような状態です。はい、ちなみにですね、昨年のイチジク通信は25週目がですね、最終週になってました。昨年と同じような状態であれば、イチジク通信も今折り返しに入ったという感じですね。そうすると残り3ヶ月ぐらいでこちらもですね、収穫が開始できるのではないかなと思われます。はい、で私の方のですね、こちらのイチジク通信の方では皆様の栽培しておりますイチジク写真の方を募集させていただいております。応募方法は2種類ですね。はい、1つはメールになります。メールの方に、はい、こちらの内容ですね、栽培しておりますイチジクの写真、そしてそちらの写真の情報ですね、それと名前、ニックネームで結構です。こちらの方を記載していただき、こちらのですね、メールアドレスの方に送りください。もう一つはツイッターですね。はい、ハッシュタグシャープマグですね、いちじく Vlog をつけてツイートをしてください。もしくはですね、こちらが私のツイッターアカウントとなっておりますので、こちらの方に直接送っていただいても構いません。こちらのいちじく通信の中の投稿コーナーの方で紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。先ほども言いました通りですね、おそらく今折り返しになってきたと思われますので、これからですね、もっともっと大きく成長していきます。この辺のですね、成長がどのようになっているかっていうのがですね、気になる方いらっしゃいましたら、ぜひ、はい、チャンネル登録、通知ボタンをオンにしていただいて、次回の動画を待っていただければ嬉しいです。今回の動画ですね、以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。